テストとか入試が目的になっていくようなことはなるべく避けたいと思っていて、子どもたちが何のために学ぶのかを一人一人が語れるようなそんな教育をしたくて、そのためには社会に触れていくっていうことが大事だと思って、 SDGs を窓にして社会とつながる教育を実践しています。まあ、SDGs が、世界の多くの方々の悩みを解決してほしいっていう17個の目標になってるわけですけど、いろんな社会課題につながっていることが分かったり、誰かの幸せのために学んでいけることになるっていうのをすごいつかめるとてもいいツールになってないかなと思ってます。企業の経営層や社長クラスで確か 30% 前後がもう認知しているっていう状態になって、この数字が今1年おきに上がってきてるっていうところなんですよね。この2年間ぐらい加速度的に思ってもいない分野の方々とのコンタクトが始まってますし、企業に提案しに行くプロジェクトの企画書を一緒に考えるとか、企業側もものすごく変化しているように僕は今感じています。 SDGs をのおかげで本当に社会にとって環境にとっていいことをしたいと思った時に、適切にお金が、経済がちゃんと回るというか、ビジネスしなければいけないと思うようになりました。寄付とか思いだけではその活動は継続できないっていうふうに僕は思っていて、一つはその投資家側にどこに投資するべきなのか、本当に50年後100年後200年後を想像した時にどこに投資することが本当にいいことなのか、そこを真剣にやってもらいたい。幼稚園から小学校、中学校、高校、もしくは大学、いろんな段階でもし SDGs が本物のフィールドとつながれるパスポート的存在になるのであれば、それを活用しながらいろんなところで学生が持っている素晴らしい発想とかアイデアとか、または社会に対する純粋な違和感とか、そういうものをこうどんどん出せるような社会になっていけばいいかなと。やっぱり未来は僕は作れるものだし、作っていく方が楽しいと思います。決められた未来に従うよりも、やっぱり自分が生きたい未来を作っていく、仲間たちと手を取ってより良い地球を、より良い社会、より良い未来を作っていく、そんな学生になってほしいなと思っています。